風林火山の旗風林火山は、海の戦国大名、武田信玄の旗差し物に記されたとされている、出序風、助助林、侵略女家、不動助山の通称である。古くは、孫子四女の旗と呼ばれた。運法寺に、日の丸のお旗、諏訪信号機と共に現存するものが有名。誤解されることが多いが、孫子の標法の序文は、 兵は軌道なりという言葉で始まり、可能であるなら、外交によって、戦争を回避すべきという教えである。風林火山の原文の出典は、孫子の兵法、軍曹編の一節、風林火山の後にも続きがあり、全文は以下である。小その質助風、その助助林、侵略助化、不動助山、南地助院、道助来帝、略合文集、クルわち分離、 剣剣しかもどうゆえに、風林火山はいざ戦争となった場合の動きを示すための言葉であり、早く動くべき時には迅速に、平常時には静かに構えつつも、侵略するときには劣化のごとく動き、守るべきときには山のようにどっしりと受け、状況に応じて柔軟に対応するように、との今しめである。転じて物事の対処の仕方において、 時期や情勢などに応じた適切な動き方を意味する熟語となっている。孫子の教えの要は、序文の兵は軌道なりであり、人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なりという武田信玄の外交、調略を多く用いた方針を表している。孫子の標法がヨーロッパに紹介されたのは、小六が18世紀にナポレオン・ボナパルトが愛読したと言われ、 20世紀に漢文日本語英語と全訳が翻訳されたため、日本を介してヨーロッパに紹介された。このため、20世紀の軍学で孫子の標法が流行った。それに伴い武田信玄がヨーロッパで有名になる土壌があった。その後、黒沢明の映画、影武者によって有名となったため、風林火山は武田信玄の旗として認識されることがある。 この文句の書出は、武田晴信が、海戦正期に書かせたという軍旗に由来する。この旗がいつ作られたのかは、確かな記録がなくよくわかっていないが、紅葉軍艦には永禄4年から使用を始めていると書かれている。甲州市、雲峰寺、武田神社など数機の現存が確認されており、特に雲峰寺のものが著名である。 武田信玄は信仰する諏訪明神の加護を信じて、ナム、諏訪南宮星祥上下大明神を本陣記としている。武田信玄が風林火山の旗を用いたのは、北畑武が中国の兵法書の陸東を掲げていたのに対抗するためと言われることが多い。軍学者の兵道28は、当時の戦国武将の間では、兵法書といえば、越前朝倉氏などが講義を受けていた。 陸島、山脈以外は知られていなかった。そこで信玄は、自分たちは孫子を知っているということを誇示し、敵を恐れさせるために、孫子の旗を作ったのだろうと述べているが、これも、憶測の意見を出ていない。なお、インターネット上では、大阪安倍の神社像のつて、北畑明家の旗に、出助風、徐々林、侵略女歌、不動情算という文言があるといい、信玄は、 北畠秋江の旗をもとに、孫子の旗を作ったという説がある。風林火山を題材とした作品や、名前を引用したものが多く存在する。この旗の調査を行った、戦国史研究者の鈴木慎なりが、学者の説をまとめているが、紅葉軍艦。ありがとうございます。